こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらの毛糸を使って母のリクエストによる、しかも母デザインの帽子を編んでみたいと思います。えーと、こちらはね、おばが母に編んだものでずっと使ってるんですが、これとね、同じ大きさで、でね、ここは緩くなってきちゃって自分でこのゴムをね、縫い付けてるんですけど、でも今度は これの中に耳を入れると耳が痛いんだそうです。なので、ここをね、伸ばして、あの、ご編みをね、伸ばしてみてほしいというのと、あと、母自身が考えたんですが、前に作ったね、二重になる、ちょっとこう、一重だと間が空いて寒いじゃないですか。なので、えっ、ー、と、同じようなものをこうね、肉まんみたいにこう、上下こう編んで、それを二重にして、で、 耳の部分の細編みをちょっと長めにつけてほしいということでで好きな毛糸を選んだらこれになりました私も好きだなと思ってでまあ濃い色がいいなということでこのゴッホを選んだのですが、えー、中の方というかリバーシブルにしたいなと思ってで白髪もあるので <laughs> 私も同じく、えー、白い しこのシャフパーってこの間でみこさんが靴下を編んでたやつだと思うんですけど同じやつだと思うんですけどこれで内側を編んでこっち外側を編んでまあ細編みの部分は濃い色の方がいいからこれが余ったらこれにしようかななんて思っていますでえとおばが編んだので8か所からねこう減らし目してこういってるんですよなのでまっすぐ ぐらいのこう広がり方なんですが、ちょっと私は6箇所ぐらいにして、これくらいの広がりにしていこうかなと思います。帽子を編むのに、こう、二重にね、こう、増やし目をしていって、で、色を変えてこう、編もうと思ったんですけど、うん、まん丸まる,まるつま先の部分、 がね、こっちの方がうまくいかなかったので減らし目をした方が綺麗そうなので真ん中から編んでみようかなと思いますちょっと変ですがで真ん中でこのシャーフパーで,で最初編んで途中から減らし目をしていってでこっちに残ってる作り目でまたもう一個のこのモネで編むという風にしたいと思いますなのでまずはこれ1色だけでえー、っと このアディのプレミアムの4 0ンチの針がとっても帽子にちょうどいいのでこれで編みたいんですね。あともう1本同じサイズの 3mm の8 0ンチのものでもいいし私はこのステッチホルダーにこうしておいて後でこう移そうかなと思います。ターキッシュキャッソンでいつものね靴下の技を使って帽子を作りたいと思います。まず えっと、スリップノットを作って、この使いたい方の、あ、違うな、この休ませておきたい方に、こう入れて、キュッと締めます。そして、ここを押さえて、えー、120名今回、ちょっとね、頭がこうちっちゃめなので、母はね、キュッとね、小顔なので、120名で、こう、120回こうして、 いいきたいと思いますでこのあらなんか結び目が出てきちゃったこのコードをねこう引っ張ってコードと針の間をこうやって編んでいくと。でこれをこっちのコードの方は残しておくというふうにしていきたいと思います。これね短い針で 80cm の針じゃなくて例えば 30cm のも持っててこうやってみたことがあるんですけどそっちが外れちゃうので。 ストッパーをつけたりしても多分短いと思うんですよね。なので 80cm かこのスティッチホルダーはね 150cm メルカリでねオーダーで 2mm のものを買ったんですが1000円くらいでした。もしくはね 80cm の針がおすすめです。ちょっと長くて邪魔なんですがそっちが私はおすすめです。スクラップヤーンでもいいのかな。でもね ここ編むときにちょっと大変だと思いますで、こうぐるぐるぐるという風にして編んでいましたつなぐときもつなぎ目もあの下から拾うとかしなくてもぐるぐる編んでも大丈夫でしたメリヤス編みを11センチぐらい続けてきましたで、このお気に入りの帽子と同じくらいの長さになったのでここから減らし目をしていきたいと思います でえー、と6か所で左上2目一度押していこうかなこれはちょっと8か所なんですけどちょっと6か所にしてみようかなと思ったので6個、えー、とマーカーを準備してきましたこちらのは寺井さんの、えー、とニットピンですで120目あるので、えー、20目ごとにつけたいなと思いますまあ編みながらつけていってもいいんだけど まずは1目目こうしてあと2白矢と2白矢と2重目でつけるという感じで1周つけていきたいと思います2重目ごとにマーカーをつけてきましたで、あ。 ちょっとここ外れてしまったので <laughs> ついでにえー、っと減らし目をしたら次の段は減らし目をせずにという感じで120目を12目に減らしたいから9回すればいいと思うんですけど18段かけてしようかなと思うんですよなので、えー、っとひっくり返すマーカーで今は減らすのでこっち向きにしてマーカー5個でよかったですね。で今は減らそうかなと思います。 このマーカーの手前で左上2目一度するという風にして減らし目がこう自分の方にこう寄ってくる感じにしようかなと思います多分ねこれおばが編んだんですけど多分そうなんだと思うのでちょっと見えづらいかな <laughs> まあおば本人に聞くっていう手もあるんですけどね覚えているか分かりませんしで途中で裏編みでこうステッチを入れたみたいですね でこのマーカーの手前で左上2目一度この向きを一緒にして2目一気に拾ってちょっと難しかったらこの2目目をちょっとこう大きくするようにして戻してこう拾って編むでマーカーをずらすで次の段はメリアス編みというのをしていきたいと思います。 18段なので、えー、4cm で多分1段ぐらい 1cm くらいなのでちょっとここアメリカ式でも左上2目一度しておきますね。マーカーの手前2つをこっちからこう拾ってあら拾いづらかったら2目目をグッと。 これね、ま、針先が丸いのですごいスピードに乗って編めるんですけど、こういうのをね、拾うときにはちょっとね、丸いのがネックになったりします。どっちがね、どっちを取るかですよね。こうして編みます。で、マーカーそのままずらして、というふうにしていきます。で、どんどんちっちゃくなっていくので、 できる限りこれで編みたいと思うんですが、もしあのちっちゃくて編みづらくなったら 80cm の輪針とか。まあ5本針を持っていらっしゃる方は5本針とかで編むといいと思います。減らし目をする。次はメリィアスそのまま編む減らすというのを繰り返して12目まで減らしていきたいと思います。 えとここまできたらねこれをひっくり返して今度はメリアスでこっちになったら減らすという風に使います途中で8 0ンチの輪針に変えて編んできましたで、えー、とマーカーの間が2目ずつになったので全部で12目だと思いますでここでギュッと絞りたいと思うので そうですね。10センチくらいで。切ります。短い方がいいですよね。で、うん、20センチぐらいにします。<laughs> 針に。通します。このね、糸通しがあるとすごく楽ですよね。ダイソーさんの糸通しもあるし、これはクロバーさんで。 2個で100円とかいうのをいただきました。今はちょっと持ち手がついてるタイプが黒川さんで売られていると思います。でと編み終わったところからなのでこの目から拾って2周拾いたいと思います。まずこう拾って。 その前にマーカーを取ってしまってもよかったかもしれないね。えっとまあどっち向きに拾ってもいいんですけど裏編みみたいに滑り目する時みたいな感じで拾って糸を割らないようにして。 拾っておっと、外れちゃった絞りますで、くるっと回らないように気をつけて マーカーを取りながら滑り目をしてここで1周です。で2周目もできるだけこう糸を割らないように同じところを通るようにしてでね 最初が分かんなくなるので、まあ、そこら辺は適当にいつもしているのですが、まあ、ちょっと過ぎたかなっていうくらいのとこまで行ってでギュッと絞りますこんな感じですで、えー、とここら辺から出てるけど真ん中よりもちょっとこっち側にして真ん中、ま、ど真ん中にするとなんか多分プツッと穴が開いてしまうと思うんですよ。 なんか違うところに通しちゃったもう一回こういう時のためにもね糸通しがあるとすごく楽ですよね通せないので何回も <laughs> ね手間がかかるよりでこうなんか元真ん中をこう通ったりしてくるくるしてあまり 表に出ないようにう縫い付けて丈夫にしておきます結構ここが緩みやすいと思うので大事にしてでまあ 糸端をちょっと長めに残しておきますこれで半分が終了しましまたで多分あの予測がついている方もいると思いますが残りの半分は同じように編むだけです。でここをわあ <laughs> 面白いですねちょっととんがっちゃうんだな六角形。アイスクリームみたいですね。 でこの休ませてたところにまたこの帽子用のあこのままねかぶってみるっていうのも大事ですね。であとこのこれはねスティッチホルダーなんですがそれをこう途中を引っ張ってきてですねこれだとね元に戻すのがすごく楽なんですよ。 こんなに長いのはセーター用に買ったからでカットしてしまうとセーター用に短くなってしまうと思うのでこのまま使っています。ちょっと邪魔ですが。で、針をこうグッと刺してで、こっちをこの編地をこうずらすイメージでうすると針がついてきてくれます。あんまりギュッとね、引っ張ると 針が抜けちゃうので。気をつけながら。普通のほつれ止めだと。なんかこう、目を拾わなきゃならないんですよね。ちょっとこれ最初、グッと入れようかな。ちょっとゆるく。編む方は大丈夫だと思うんですけど。入れちゃった方がいいのかな。 押す感じでで残り半分もこうしてちなみに 150cm で買ってそのままの長さです。 こっちのコードをこう引っ張って。で、こっちを押す感じで。もし四十センチの付け替えは終わりがある方は。 それだったらねもうね針を変えるだけでいいのでねコードにこう休ませておくといいと思います。結構力を入れても破けたりしないのでいいです。 で、ここにはもう目があるのでちょっとこの赤がちょっとこっちに直してで、ここから青いモネで同じように編んでいきたいと思います糸のつなげ方は簡単です4センチくらいこう輪にして4センチくらいに起こして輪にして引っ掛けて編みます で糸始末しながら編んでいくというだけです。今回ね二重にするので裏側はもう見ることはないと思うので裏側は見ることがないと思うので結構適当に <laughs> 糸を端長く残してたとしても大丈夫です。でここでまた 11cm ま、えー、っすぐな部分を編んで。 でまたえーと6個マーカーをつけて減らし目をしてくるという風にしてこれを2つ分こう編みたいと思います。このモネの方でも編んできましたこんな絵からできた毛糸ですで。中にね他の絵とかもこう書いてあるのでこの上は取っておこうかなと思います。で、えー、と 今回はね、13センチ編みました。というのは、ここが少しね、被ってみたらとんがりすぎてたので、やっぱり8箇所にしようかなと思って、ちょっと考え直してみました。8箇所で1段置きに減らし目をすると、えー、っと、120目が8目になるまでに、14回します。なので、1段置きなので全部で28段になります。それがね、だいたい6センチくらいなので、 なので前回のこの6カ所でしたのが8センチぐらいだったんですねちょっとそもそもその計算を間違えてたんですがなので1 3ンチにしてみましたこの形を見てどっちがお気に入りかで作るといいと思います皆さんはお間違えならないようにということで一応ね二重の帽子の作り方は2本でターキッシュキャストンして120目まあでもこれもねもっと多い方がいいかもしれません まあ人によるとということで,でそして2番1 3ンチぐらいメリヤスえー、と目数を減らさずにそのままぐるぐると編んだのですが皆さんもお気に入りの帽子のこの減らし目が始まるまでの長さを測ってみるとお気に入りの帽子ができると思います。で、えー、と今回は8箇所で1段おきに左上振るあの減らし目2目一度して減らし目をしようと思っています。 やってみますどこで始まったかはもう分かんなくなったので適当なところで、まあ、ここは 13cm だったのでそこに、えー、とマーカーが7つとひっくり返すマーカーを1つ使ってまずここから15目のところにマーカーをつけて最初はねひっくり返すマーカーにしたいと思いますではマーカーをつけていきます。 この広こうの方が上になるようにで裏がこうなるようにして入れますでマーカーの手前まで今15目あると思うんですがマーカーの手前が2目になるまで13目分編みますそして2目を左上2目一度してでマーカーをずらします。 で次の段は減らし目をしないというのを繰り返して8目になったら前回と同じようにキュッと縮めていきたいと思いますで二重にするのですがもうピタッとくっつけてしまった方がいいという母のリクエストだったのでそのシーンを撮っておきたいと思いますさあ8目にしたらどんな形になるかやってみます8箇所で減らす方はこんな感じの角度になりました こっちの方が尖ってる感じですもんね <laughs>。ここを深くするか浅くするかという感じです。で、こう二周拾ってカチッとキュッと引っ張りました。で、ここを、えー、真ん中ぐらいで折ってここをね、もうくっつけちゃいたいんですよね。ぐるぐる動かないようにしたいので、腹巻帽子とかだったらね、いろんな風に。 固定しなくていいんですけどここ,こう真ん中よりちょっとずらしたところでこう刺してこっちも中心だったらいいし中心じゃなかったらこうちょっとずらしてで引き抜きます。であんまり表に出ないように糸を割ったりとかしてこうして。 で何回か固定して糸始末をしておきたいと思いますここしかまあくっついてないんですがまあでもここを固定しておきたいと思いますそしてここからねゴム編みの部分をつけたいと思います耳がね出ちゃうとどうしても寒いみたいなので耳が出ないように耳のとこだけ長くするとかいう方法もあるんですがで実は今今日もねちょっと寒いので母は 私が編んだ <laughs> 帽子を2枚重ねねしてねてかぶっいますそれをね片っぽを斜めにかぶってあの耳の方を隠してな襟足の方をね長めにしてで片っぽはねあのおでこの方を長くしてこうかぶって2枚重ねいいんだよだから2枚をね二重の帽子いいと思うよって早く編んでちょうだいっていう感じでした。この糸もね これゴッホなんだよとか言って、ゴッホって言ったらひまわりなんじゃないとか言って、あ、モネだった。また間違えた。あの、睡蓮とかで有名じゃないとか、え、そんな絵描いたんだとか言って、あ、モネとゴッホまた間違えて堂々と母に言ってしまいました。<laughs> いや、多分動画の最初の方でも言ってそうなので、ここで訂正しておきます。では、ここら辺で、糸をちょっとピーッと引っ張って、 でギリギリで切って中に糸端を入れてしまいたいと思いますこんな感じでぴったりふわっとする感じかなでここねあの例えばこうリバーシブルにしたかったらぴったり今同じ長さにしてもいいと思うしわざとこうずらしてね2色見えても面白いと思うんですよねなのでこのメリアス部分の長さを 片っぽ 2cm 長くして片っぽ 2cm 短くするとかなんかそんな感じにしても面白いと思いますで、ちょっと青が出てきたかなでもうん、青のところをね拾ってこのモネの部分ねを拾ってゴム編みしていきたいと思いますこれもねもう簡単にしようかなと思います同じ3号針で1目ゴム編みで編もうと思います うんどこから始まったか分かるようにちょっとマーカーだけつけておいてこの横に渡ってる糸を拾いたいんだよなこうしようかなこの薄い色シャーフパーテの方の横に渡っている糸をこう拾って これ四センチくらい。輪にして一目編みます。で、次も。の横に当たっている糸。を拾って。あら、二本拾っちゃったかもしれませんが。ここに編む感じで。 いきたいと思います。これで一周編んできて、一目。細編みをします。一目細編みが一番伸縮性があると思うので。で、うん、もっと、こう、くっと縮めるために。号数を低い。えー、細い針で編むっていうのもあると思うし。 あとえっ、ー、と一目ねじり込む編みもいいかなと思ったんですけどちょっと穴っぽくなると耳が寒くなっちゃうかなと思ったので一目細編みを普通に編んでこようと思います同じ3号針で120目まあ拾い間違えなければ120目になると思うので一応数えながら編んでうん4センチぐらいね あの編んでいきたいと思います。まあ,あのかぶって試着したりしながら。長さを考えて編みます。ゴム編みのところが4センチくらいになったので、ここから伸びる狭めをしようと思います。で、ちょっと気づいたんですが、この裏にね。こっちの目がね。一目出ましたね。そこを拾っちゃったからうーん。 青いところを拾ったら目立たなかったのかもしれないなと思いつつこれもちょっとこうアクセントとしていいことにしてしまおうと思います <laughs>。皆ささんお気をつけくださいということでえっとこっち側を伸びる伏せ止め1目編んで次も編んで今裏編みを編んだので。 これよりももうちょっと締めたかったらジャーマンツシテッドバインドオフって言ってなんかこう,こうねじりながらするやつにするといいと思うしえっ、ー、ととじ針とかでこう縫うのが得意な方は、えー、ステムスティッチバインドオフっていうのにするとちょっと詰まると思います。でもね ちょっと緩めにしておきたいのでここは伸びる伏せ止めにしますいつも靴下で使ってる技ですちょうど色が出てきて縁のところが色付きになりそうな感じですでは完成させていきたいと思いますじゃーん二重の帽子が完成しましたちょっと画面では分かりづらいんですが結構厚みがあるんですねでここが こっちが6箇所減らすバージョン。ちょっと尖ってます。で、こっちが8箇所。で、今回は8箇所もちょっと尖ってる感じもするから、毎段減らし目してみたらどうなるかっていうのもまたいつかしてみたいなと思います。こっちがモネですね。で、この内側の方が シャーフパーテという毛糸ですこっちを外側にしても意外と合ってるなと思いましたこんな風に手編みすると家族のリクエスト通りにねこう編むこともできるし合わせてね工夫することもできるし編み直すことも可能なのでこう使ってる様子もね見ながらそれが手編みの良さかななんて思います 今回は母の考 <laughs> 案による私が編むというコラボ作品でした。最後までご覧くださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。